ピートロック、1970年6月21日隊は、アメリカ合衆国、ブロンクスク出身のヒップホップ DJ、プロデューサー、ラッパーである。1990年代初頭に、ピートロック &CL スムースの一人として、頭角を表してきた。コンビ解消後も活躍を続け、世界的な名声を博している。彼は、ヒップホップが、ジャズの要素を取り入れていく際、 ステッツソニック、ア、トライブコールドクエスト、ギャングスターなどとともに大きな役割を果たした。ヒップホップの歴史の中で最も偉大なるプロデューサーに数えられるともに、DJ プレミアやリッツァと共に、1990年代の東海岸ヒップホップを支えてきた人物として言及されることも多い。彼はヘビーディーのいとこでもある。 2016年にブルックリンボールで開催されたイベントロゼルフレンズにて、ピートロックは10代の頃からマーリー・マールのラジオ番組に出演するなど、早い段階から音楽の才能を開花させていた。そんな彼は1991年21歳の時、2歳年上の友人コーリー・ペンと共にレコード会社のエレクトラと契約を結ぶ。その後、二人はデュオの名前を ピートロック &CL スムーズと改めデビューアルバムから成功を収め続けた。ピートロックは特にそのソウル色の濃いトラックは人気が高くヒップホップ最高のプロデューサーとしてピートロックの名を挙げる人も多い。アンバサダーズのアイガットザラブをバックトラックに使用した曲エントガットザラブなどは彼のソウルフルなセンスをよく表現している。また彼は ジェームス・ブラウンらのファンクも大好きでフェーバリットアルバムに70年代のファンク作品を挙げている。日本でも今なお高い人気を誇っているため、たびたび来日を果たしている。た多,多数ジョーダン・ファーガソン、ジェイディラとドーナツのビート革命、吉田正志役、解説、DU ブックス、2018年8月。ありがとうございます。